ポーラ・クリーマーはアメリカ・カリフォルニア州マウンテンビュー出身の女子プロゴルファーである。2005年5月第3週のサイウェイスクラシックで米国女子ゴルフツアー最年少優勝記録を樹立するなど女子ゴルフ史上最年少で獲得賞金100万ドルを突破した若手スター選手である。ピンクの服が好きなことからピンクパンサーというニックネームもある。 1996年20歳でゴルフを始め、2003年2004年の全米女子アマチュア選手権、全米ジュニア選手権でベスト4の高成績を収めるなど、アマチュア時代には19のタイトルを獲得している。2004年の全米女子プロゴルフツアーでは、ショップライトクラシックで2位になり、マスターカードクラシックでも6位に入っている。 2004年のアメリカツアー予選会を1位で通過し、直後にプロ転向を表明した。2005年5月22日、サイベースクラシック最終日に悪転候の中で逆転勝利を収め、18歳9ヶ月でツアー初優勝を飾る。それまでの女子ツアー最年少優勝記録を大幅に更新した。6月第2週にメジャー大会の全米女子。 プロゴルフ選手権で3位入賞。7月第3週にフランスで開催されたエビアンマスターズの優勝により獲得賞金が100万ドルを突破する。8月第2週に NEC 軽井沢72ゴルフトーナメントで初来日し19アンダーパーの大会記録で日本初優勝。10月第3週にマスターズ GG レディースでも勝ち日本二勝目を挙げる。 年間獲得賞金額は153万1780ドルで、賞金ランキング2位に入り、ループがツアーの年間最優秀新人賞を受賞した。2010年7月11日、全米女子オープン選手権で優勝し、メジャートーナメント初制覇を飾った。ありがとうございます。